お疲れ様でございます。今回は訃報でございます。まあ、私たちがロスジェネ世代が生まれてこの方最も多く声を聞いた声優さんといえばこの声だったんじゃないかなと思います。ドラえもんの、まさにドラえもんを演じてくださった大山信代さん。これ以外の声はなかなか思いつかないんですけども、ザンボット3のカッペイぐらいですかね。はい、アニメドラえもんのドラえもん役で知られた声優で俳優の大山信代さんが9月29日老衰のため死去したことが11日分かったということで、先月の末に亡くなってたわけですね。本当にお疲れ様でした。特徴的な声で私たちに夢を届けてくださいました。まさかね、声優さんがねここまで大きく国民の心に根付いているなんて誰が想像できたでしょうか。おそらく大山信代さんが声を当て始めた頃って声優というジャンルすらなかったはずなんですよ。しかしその黎明期から今日に渡るまでドラえもんを通じて、そして他の役者さんとしてのね声を通じて、姿を通じて、私たち国民の一人一人に声優という夢の職業を見せてくれたんではなかろうかと思います。今頃はですね、23世紀の世界に旅立って本当のドラえもんとお会いするかもしれませんね。はい、それではまた素晴らしい声優さんの活躍を期待しましょう。お疲れ様でした。大山信代さん。